さあ時刻は11時を回りました FM 小沢沖の皆様いかがお過ごしでしょうかというか明けましておめでとうございます2017年一発目の放送が始まりました宮島真一の「レッツゴートゥ e ザムービー」の時間でございますみんな元気僕はね昨日休館日だったので今日元気です はい皆さんもね1年が始まったというところでスタートダッシュであれしたいこれしたいってねあると思いますけれどもまずは僕は言いたい映画見ようねもう毎回言っておりますけれどもね、えー、映画を見る時間も、ね、しっかり取らないと。 そう、栄養補給になりますからね、映画を見るということはね。えー、今年も映画とともに一年ですね、頑張って歩んで、皆さんとたくさんたくしたいなと思っておりますんで、今年も一つどうかよろしくお願いいたします。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ、もちろん。 いつでもお待ちしておりますよ。FM 講座の E メールアドレスは7 6 1 f m 講 o a j p です。皆さんが持っている携帯電話、パソコン、スマートフォンなどからどんどん送ってくださいね。FM 講座の E メールアドレスもう一度言いますよ。E メールアドレスは 1> 1ですそして番組はツイキャスそしてユーストリームでも生配信中でございますので FM コザで検索してみてくださいねよろしくお願いいたしますさあシアタードーナツ昨日から、えー、2017年オープンしました、えー、現在はですね 年をまたいで映画パーソナルソング人魚に会える日そして奇跡の教室を大好評上映中でございますのでぜひこの3つの作品今月は18日まで上映しておりますのでそちらの方もぜひチェックしてくださいねよろしくお願いいたします今日はですね新春一発目ということで 熱いゲストを呼んでおりますので CM の後今日はがっつりですね、タクしていきたいと思います。今日はね、もう言ったらね、まあ社長対談みたいなね、<laughs> そんな感じに、えー、なるかと思いますけれども、もちろんリスナーの皆さんからのご意見、ご感想もどんどん送ってくださいね。テーマは特に設けておりません。皆さん自由にですね、映画の感想でもいいですし、我々が今から話すトークにツッコミを入れてももちろん OK です。えー、ど,んどんどんどんメッセージを送ってくださいね。 宮島慎一の Let's Go to the Movie。この番組はシアタードーナツ沖縄 by ベーカントストアピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りします。 時刻は11時5分になりました。お届けしているこの番組は、宮島真一の Let's go to the movie のお時間でございます。早速メッセージ先に紹介しようかな。えー、ラジオネーム、ルドルフさんからメッセージありがとうございます。宮島さん、明けおめことよろです。はい、明けましておめでとうございます。えー、ラジオネーム、アララガマサイガーさんからもいただきました。明けましておめでとうございます、宮島さんと。 はい皆さん今年も一つよろしくお願いいたしますさあ時間もったい,ないんでね今日はゲストさんといっぱいユンタクしたいと思いますよ今日はですね 若いこんなに若いのに何をやってるんでしょうかこの人はという方を紹介したいと思います本日新年一発目のスペシャルゲストは実現型ディスカッション企業株式会社ガチュン代表取締役社長の国中俊さんです国中さんあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますよろしくお願いしますよろししくお願いします今あの、はい、社名を 紹介しましたけれども、はい、間違いありませんか。はい。ガチユンですね。ガチユンだ。間違いありました。<laughs> <laughs> 俺いつもさガチユンって呼んでた。ガチユンなんです。えこれガチユンはね。 どういう意味なんですか？はい、えっとガチンコでユンタクするっていう意味を込めていてですね。そうなんだ、ね。はい、でもやっぱりガチュンっていう人いるでしょ？そうですね。あの沖縄の魚の <laughs> あの、ね、<laughs> すごい間違えられますね。魚屋さんですかみたいな。<laughs> 俺、俺多分さ、たまた言うと思うんだよ u n Tak の方です。俺多分ね、二回目なんですよ。これ言われたの。<laughs> 全く学ばないです,す。間違えられます。はい、そんな国中俊さんと今日はね、一時間まあまさに ガチユンタクをね、はいね、していいこうと思いますけれどもあのー、リスナーの皆さんもね、えー、一体じゃあこの人は何をやってる人なんだと、まあ、いきなりねガチでユンタクする企業と言われてもねえそれであの儲かるのって <laughs> なるのでまあ簡単にですねどんなことをやってるか教えてくださいはい。 えっと、当社ではあのー、全国から沖縄に来てくれる修学旅行生を対象にした、うんえっと、新しい平和学習であったりとか伝統文化学習環境学習とかうん、うん、時な基地学習とかそういったあの社会課題とかをテーマにしてで特にあの地元の人でさらにその地元の大学生とか同世代同士でこで一緒にディスカッションしながらじゃ平和学習してみたりとかそういった南部の戦績とか体験者の方々の話を聞いた上で,で自分たちはこの新しいこの次世代としてどうしていくべきかっていう、うん。 今までへ修学旅行にはなかったようなプログラムを開発してこう提供していく、うん、そこにあの全国の旅行会社さんと提携しながらうん、うん、全国の学校に届けていくということをやっておりますこれってさ、あのー、まずやってみようって思ったきっかけっていうのは、はい、今だって現役の大学生でもあるわけでしょ 会社は今3期目で途中休学を挟んだりしてるんですけど僕二21歳のとき今24なんですけども21歳の時に立ち上げた会社ですんでんで立ち上げたのえっとですねこれあの面白くて面白くてハードル上げますねどうぞ面白い話してくださいですねもともとはガチンコでタクショーっていうサークル活動だったあのんか別に会社を作ろうとかそういうことじゃなくてサークルだったのやっぱり今 なんかいろんなことについて話す場ないよねと、うん、<laughs> でいっぱい話したいよねとタブー視されてることだったりとかそれすごす基地問題だったりとか、うん、いろんな沖縄抱えてる課題について、うん、い立場とか忘れて年齢とか性別とかあの人種とか国籍も超えて、うん、ガチンコでうんたくしてみようってとこがスタートして、うん、なのであのもういろんなテーマでいろんな人たちとディスカッションするところから、うん、えっと僕たちの活動はスタート。 ちなみにそのいろんなテーマ覚えてる範囲でいいのでいやもうあの言えないやつもいっぱいありますけど <laughs> 言ってくださいよ <laughs> いや例えば今ね言った中ではい、はい、例えばタブー視されていることだとかっていうのが今来たんですけどはい、はい、聞こえたんですけどそれが基地問題であったりだとか、うん、他には例えばどんなのがあるんですかそうですねまあ例えばあの普通にその例えば環境問題とかについて、うん、えっと話すこともあれば、はい、えっとそれあの例えばその性についてとかあのじゃあなんか 自分たちも性教育ってそんな受けた、うん、なんか記憶があんまりないんですけどでも、もちろんこう成長し大学生を社会人になっていくについて絶対考えないといけなかったりとか沖縄の場合そういうあの妊娠・出産とかに関する問題とかもたくさんある中でそういうのも僕ら世代からどんどん話していこうよとかもう本当にたっきに思った、まあ、ただ やっぱ根っこには沖縄に関する課題とかについて話したいよねっていうことはずっとありました、ねうんうん、なるほどね、えー、そのユンタ択をした後ってみんなどんな雰囲気になるのあそうですね、えっと、僕らがもともと今でもその社名の頭についてさっき呼んでいただいたんですけど実現型ディスカッション企業ってことでもともと実現型ディスカッションサークルガチ運っていう名前でスタートしたんですねなので前提としてそのディスカッションしたことをこう机の上だけで終わらすんじゃなくて行動まで起こそうよっていうことでうん、うん あのこのまと意見がまとまらなくてもいいけどそこからしっかり一歩行動を起こすってことで必ず実現何か実現させるっていうところが僕らのいつもの終わ,り終わりというかスタートというかねいや素晴らしいですね <laughs> あすあの答えなんかね <laughs> うん、ないわけですからねそ,うなんでうそこで無理にまとめなくても、うん、それぞれがそれぞれの行動を起こしていくじゃあそのサークルをやったことでうん、うん、その実現型っていうキーワードがあってはい、はい、沖縄に根ざすっていうところも意識しながらじゃあ起業してみようかっていう言い出しっぺはもうあなたなのね <laughs>、はい、そうですねはい、うんあのー、っていうのもそのこういろんな人とディスカッションする中で。 たまたま本たたまたま修学旅行生とディスカッションさせてもらう機会があって、うん、でその時になんかこのあに埼玉県の学校さんだったんですけどうん、うん、その学校さんからするともうあの300名ぐらいの規模の生徒たちがいて、うん、で沖縄の大学生たちとどうしてもこの子たちをディスカッションさせたいって先生が熱い思いを持ってて素晴らしいねもうそれはもう僕ら、うん 向こうはもう本当すいませんみたいなこんなにたくさん大学生も集めてもらってとか言ってるんですけどありがたいがいや県外の高校生って沖縄についてどう考えてるんだろうとか3泊4日ぐらいだけ沖縄に来て感じ取ったことって僕ら生まれ育った側からしたら分かんないことがいっぱいあるので逆にこちらがむしろディスカッションのサークルなんでありがたすぎますみたいなところからスタートしててその時にやっぱり下ディスカッションすごい刺激的同世代だしでも全然違うところで生まれ育ってそこで一緒に沖縄 線とかについて沖縄の基地問題、まあ沖縄のというか、まあ、全国の問題としても捉えてくれたりとか逆に他人事な子たちが多かったりとか、うん、そういう中で「あこの対象面白い」あの、うん、わざわざ沖縄に来てくれて」うん、でだけど沖縄についてめちゃめちゃ関心があるわけじゃないけど、うん、ちゃんと沖縄について学習する時間があって、うん、あここは生かさないではないと思ってうん、なるほどこれ一緒の仕事にしたいなってなるこれじゃ大きなきっかけだね,ねこれってさ大きかっくんが 引き寄せてるよね。ああ、そうなんですかね <laughs>。だってなんかあるでしょ自分の中でも。そうですね。もうなんか今本当にこのやりたいことを自分の仕事にさせていただいててうん、うん、で、あの僕は教育学部なんですけどうん、うん、そのなんか教育の勉強もしながら、そして全国の学校と関わらせていただいて、うん、こんな大学生全国探してみいなしいだからとか思うぐらいうん、うん、あの本当なんか自分のやりたいことを今させてもらえてるありがたさみたいなのも感じてますねうん、うん。ぶっちゃけ聞きますけれども。<laughs> 今大学4年生起業をしながらまあ学業もまあ言ったら仕事も学業も同じようなことであとにかくチャレンジしてるということには変わりはないとその中でもまあお忙しくアクセルをずっと踏み続けてるかと思うんですけれども儲かかってますか <laughs> 多分皆さんが思うよりは儲かってると思う そう,そう言ってもこの間僕が聞いた時そう言うからさかっこいいなと思ってね普通そこってさなんとなく「いやまあまあぼちぼちで」とかさ「濁す」じゃないけどさ言うじゃないでもあなたは自信持ってさ言ううよねもうあの結構その僕ら株式会社なんですけど。 株式会社すすするのもすごい反対されたんですよなんでかっていうと学校現場に入っていく中でやっぱ儲けてるとか,なんか収益を上げるとかお金を取るっていうのはすごい嫌われるよって言われたんですけど僕は逆だと思っててちゃんと収益を上げることが僕らが一緒の仕事として関わることにもつな継続性にもつながるしここに関わりたいっていういい人材がどんどん集まってくるっていうしあと やっぱ収益が上がってるからこそなんかどん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 ん投資が,質が上がっていくのかなって思っててじゃあまた来年も受け入れる再来年も受け入れる他の学校も受け入れる全国から受け入れる海外からも受け入れ,られるとかそういったところになっていくためには多分ボランティアじゃ続かないだろう ことで、あの収益化っていうのはすごいこだわってて、だからこそ僕らが儲かってるっていうのは継続のために絶対重要だっていうそうだよね。そこに責任と信頼とこれからっていうのにつながっていくわけですからね。そこにはもう学生って甘えもないですし、うんうん、そこはすごいこだわってます、ね。すげえな、今いくつだっけ？二十四です。二十四りましたやっと。あのこのさ <laughs> 考え方のテンションっていうのはなんだろう、何かから影響を受けてると思いますか？例えばそれが 本だったり映画だったり分、はい、かんないですけどお父さんだったりお母さんだったりはい、はい、何か自分の中でこれかなっていうこういう生き方考え方に影響を及ぼしてるもの。 そうですね、えっと、何かから影響を受けた感覚はないんですけど、うん、ただ、そのサークルから始めたガチ運という活動をなくせないなっていう原動力あの、うん、やっぱサークル活動ってどうしてもなくなっていっちゃったりとか受け継いでいった結果2代目、3代目になってどんどん薄まっていって結局なくなっちゃいました、うん、とかいっぱい耳にしてたんですけど、うん、自分がやりたくてやっているものに対して責任を持って継続したいしあとは修学旅行をやってるとなんか、うん、来年もよろしくねとか先生たちが言うんですよ次の学年もこの子の後輩たちもちゃんと受けるとよとか半ば 冗談まあでも本気で言ってくれてる中で「あわ分かりましたまた沖縄来てくださいね」って言うんですけどじゃあ来年サークルあるのとか卒業者なくなってるんじゃないのとかそんなことはできないよねっていうことでじゃあこのガチ運っていう活動はなくせない絶対続けてやるっていうのが自分の原動力には続けるっていう思いからもちろん収益継続のための収益性とかちゃんといい仲間たちと一緒にとかこうとか社会人としてのもちろんマーナーとかそういうのも含めて全部の原動力になって ってますね、なるほどこの株式会社ガチユンはスタッフはどんくらいいるんですか今ですねえっと今7名ですねただ関わってる大学生数だとも二200300とかいっているとは思いますうん、うん、なるほど社員は7名で,すで、うん、そのうち6名が、えっと、大学生ですね1人は今年2016年度の新卒採用でもじゃあ,まあみんな言ったら20代ですそうですね平均年齢多分二21とか 2, 2とか <laughs> すごいよねぐらいの会社ですね あのー、なぜ僕はしゅんく君んとつながったかちょっとなかなか記憶がね <laughs>、あのー、気がつけばつながっていたんですけれどもっていうそのずっと宮島さんとは知ってたんですけど、うん、多分あの人かなとかまあでも言ったらシアタードーナツを開けてなかったら多分会ってないこの存在は大きかったと思うんですけど勝手に僕としゅんく君んの共通点を。 う,言うとと、まあ、シンプルですすけど、まあ、好きなことやってますよねあそうですね、うん、もう自信持って言えるとそうなんですよその自信持って言えるテンションっていうのがねそのこうやって周りを巻き込んでねしかももともとのサークルに持っていたキーワードの「沖縄に、ね、根ざす」とかさ「未来のことを考える」とかさ「タブーに挑戦」とかさそういうのってどっかでさ みんな萎縮するじゃないさっきも株式会社はどうなのとかっていうのとかってあるけどああいうの言われると燃えるでしょ思いますねだいぶ燃えるんですよねあみたいな誰が決めたみたいなそうなんですよねそうで熱くなるんだよねちょっとまあ出会ってみないと分からんしとかさあのそうなんですよねだからその辺でこう熱くなりすぎちゃってね言いすぎちゃったなとかっていうのをまあ 少なからずあるよね, <laughs> ですね巻き込まれてるあの仲間たちも被害者の回がそうそうできてんまあでもどこかでさ、うん、あの別に誰かを傷つけるつもりでやってるわけじゃないですからね僕もラジオを初めてやった時はあの何かあちょっととんがってる感じうん、うん、若い時あったと思うののでもその根底には別に誰かをこうねディスるわけでも何でもなくてどっかでこう。 なんだろうこの映画でここまであのおすすめするのかっていうことをきつい言葉で言ったりとかもするんですけどそうなんですねももう好きの延長で熱くなってるだけなのであのそういう意味ではね 逆に聞いてもいいてもですか逆にその同じ質問を返すんですけど、ね、映画とかにスイッチ入ってきたきっかけとか何か、はい、影響とかなんかうんと、ね、これはね本当30代になってから自信を持って言うんですけどそこしかないなっていうのは小学4年生の時に僕は ET を見て以来こうなっちゃってるんですよ。はい、でな,なぜかというと、えっと、映画館でたくさん人が。 いてうん、うん、で大人が泣いてるのを初めて見たわけさ「<う>え大人が泣いてる何で超怖い」みたいな。で暗闇の中で見ず知らずの人たちが何百名いる暗い映画館の中でみんな笑ったり怒ったり泣いたりとかっていう感情をね<う>この 小学生ながらに作り物の映像って分かってるのに夢中になってでしかも言葉も分からないアメリカが作った映画をさ世界中の人たちが見て泣いてるっていうその「E.T.」っていう作品に触れた時に映画っってすごいなと思ったんだよねで最後にエンドロールにたくさんのスタッフの名前が出るでしょ「こんなが作ってるんだ」っつって「すげえ!」ってなんかねこれ感覚って。 沖縄に俺住んでるからしかもこの基地のある小座に住んでいるっていうところからなんかつながってるような気がしててそのフェンスの向こう側っていう感じに映画もあったんだけどでもそのフェンスがあるおかげで逆に身近に感じたっていうかアメリカをその文化を人をっていうところにキュッてこう一緒にしてつながってそれがだから映画という一つの総合芸術でえ見せられ見せつけられたショッキングなことは今もう ずっと残ってるので、はあ、その熱がずっとあるんですよ。すいや、ね、途中途中だから、いろいろあるよ。その、ね、右翼曲折というか。山あり谷ありはありましたけど。でも、体験としては、その,時の。そうそう。でも、忘れられなくてね。気がつけば、やっぱりずっと、その点と点が。ずっと映画だったのよね。やってたことが。<ー>うん。う今でもずっと続く、ね。そうそう。だから、これがね。あの、面白くってね。言い続けてたら。 なんかなるんだなってその途中にこうやってねっく君と出会ったっていうのも何か僕は映画がもたらしたご縁かと僕は勝手に思ってるしい、ね、あなたがやってることも映画になり得るぐらいのことだから<ー>嬉しいんでだからなんかねやっぱりなん,なんだろうお互い 近づいていいいててくんじゃなな、うん、そういう人たち同士ってなるほどなるほど,どっかでそれぞれのテーマを持ちながらもそうそう重なる部分がそうそう引き寄せ合っていくい,いやそんな感じますよね本当にあるあるあるもうそれでって映画館作っちゃったわけですもんねもちろん僕一人のおかげじゃなくてあのたくさんの人たちといろんなこう人生の中でねまあ言ったらコラボをしてたんでしょうねでそれでいろんな、うん、出会いから生まれたので。 もう本当にねありがたいっすよいろんな人にこう足向けて寝れないですよもうだから立って寝てますよ僕今度見に行きますはい。あなんかね今ラジオネームルドルフさんからツイキャスメッセージゲストさんはあの西島なんとかさんに似ていますねって西島さんはい役者のはい あのイケメンの僕でですすねっていいですかどどうぞどうぞぞ似てるって言われてる芸能人の数が半端じゃなくて、うん、それぞれが全然似てないっていう事象が起きててですね、うん、あのー、あのルーキーズの監督の佐藤隆太さんとか似てるだったりとか。 織田信成さんに似てると肘左肘の人似てるとか、金のどっちか似てるとか、似てる。いろんな人言われるんですよね。ちょっと世界の終わり似てるとか。ちょっと最近はあれじゃ星野源にもちょっと似てる。それもやれたことある西島さんでも初めて言われました。ありがとうイケメンの方じゃないですか。あ、本当ですか。そうなんですよね。なんか似てると、あの高橋大輔さん似てるって言われたのと織田信成さん似てるって言われたのがあったりとか、なななそのなんかフィギュアスケート界で全然似てないじゃんその二人とか。 <laughs> 面白いね。西島さん初めて読見ましたね。でもさ、全員に共通してるのはなんかの表現者で、<ー>で悪い方したら落ち着きがない人たち。<laughs> そこに似てる要素感じ取られてるんですか？<laughs> <laughs> まあでもねこの好きなことをやってるっていう部分では、ね、やっぱり僕はあ気になっているのがこの間、去年かたまたま新聞を開いたときに、えー、あなたの記事が載っていてい、えー、でそのとそに。えーその 性について、ジェンダーについて、要するにマイノリティあなジェンダーについてのかワークショップなのかなやってましたよね。あれを見かけたときにちょうど僕はシアタードーナツで「ジェンダーマリアージュ」という映画をやってる最中でテーマがかぶったのでこれは僕はもうすぐ。 すぐフライヤー中心を持っていこうと思って、小ざからね。<laughs> 那覇のタイムスビルまでね。であの、だいた、いじに。そのまま来てくれるって。こんこん、いいっすか、今。作りしました。<laughs> <laughs> 本当タイムスビルまで来ていただいて、ありがとうございました。いやいやれそれであの時の受けたメンバーと、仕事な、うんてそれ見に行って。あ、嬉しい。はい。うん、もうありがたかったです。だから、その、僕は、映画を通して、その、熱いものを届けるっていう。あのお仕事をしてる認識なのね。映画を。映画館を。運営してて、口開けて待ってるだけじゃ、お客さんは来ないですし。映画のセレクトも、僕が自信持ってやってるし。じゃ、あこれは誰に届けたら。 もっとこのメッセージが濃く熱くそしてより映画が完成するかなって思ったらさやっぱ届けるのが俺の仕事と思ったらこうやってしゅんく君んがやってるようなこととかって全部つながっていくわけですよね。はいはいはい、そうだ届けるって本当に、うん、あの僕らもその沖縄戦とかの学習をやりながら、うん、こう伝えるっていうことをこだわるんですけど。うん どちらかというという伝えようとするというよりは伝わり方とか,なんかどう受け取ってもらえるかうん、うん、あとそれがなんかあじゃあ平和大事だと思いましたってあのそれはそれで本当に思ってる子もいるしテンプレート的に言ってる子たちがいる中でどう伝わってるかとか、うん、そういった意味ではなんか伝え方にこだわられている人たちとかっていうのはすごい気になるんですよ表現されてる人たちとか。 やっぱりそのなかなか子どもたちにとっては伝えづらいテーマなんか考えたくないテーマそれこそ修学旅行の中で沖縄戦なんて正直言うとなんか早くマリンスポーツしたい美ら海水族館に行きたいっていうのが頭にちらついてるんですよ。その は1日目2日目は我慢して沖縄戦のことをやらないといけないみたいな感覚の状態だったとしてもどう伝えたらどういう伝え方の工夫をしたらちょっとでも考えてもらえるんだろうってう意味ではあの例えば演劇の方々の,あのことを聞きに行ったりとかあと場作りっていう意味ではその一緒にちょっとの場作らせてもらっているのでウェディングプランナーの人に話聞きに行ったりとかそういったところはなんか僕それこそテーマは違うかもしれないけど要素としてはすごい近いと思っているのでそういう意味でやっぱ映画とかの。 とかも作り手の人たちがどうやって届けようとしてるのかなとかお笑いの人たちなんかさ3分間とかそんなレベルで勝負するじゃない音楽にしてもそうだし限られた時間の中でどうね僕はついつい野球に例えますけれどもどう1回の表をやって序盤行って。 終盤に持っていくのかっていうのはやっぱ経験とテクニックとかが必要ですしどう伝えようかって思った時の初対面の第一声とかってさ考えるよよねねそうなんですよね<う>ん本当にう <ん S 2> そどうやったら入りで興味持ってもらえるんだろうとかむしろ最初はなんか興味持たせないあえてなん,かなんか入り方をしてどこかでこう転換するポイントを作ろうかとかそういう意味ではそういう表現されてる方々にもっともっと会いたいっていうのは思いますね。 つかみってねね大切よ、ね「よね、修学旅行生」というキーワードがありましたけれども最近は平和学習という部分では、うん、沖縄市古座の方では修学旅行生を結構観光協会の皆さんがね取り込んでですね、はいえー、ガイドとかしておりますけれどもうん、うん、平和学習って、あのーまあ、どこだってできるんだよねやろうと思ったらね。 本当その通りで結構沖縄本島南部でみたいなイメージは修学旅行の中についちゃってるんですけどもちろんあの全土が沖縄戦の舞台だったってことはそうですしあともっと言うとその沖縄戦だけじゃなくてそれに加えていろんなテーマで多分平和っていうのは考えることができるっていう意味では沖縄市はもちろんもう本当に実はこ今年あ去年ですね去年の3月には観光協会の皆さんと一緒にコラボで初めて受け入れたりとかなんかそういったこともできつつあるので各市町村と。特に僕出身である沖縄市とっていうのは <laughs> なんかすごくこだわってコラボしていきたいなっていうふうに思い,いですよね、あのー。なんていうかせっかくラジオでね僕らこうやって、うんあのー、言いたい方では言ってますけれども <laughs>、あのー、例えばさ「いやもう君たちはさもうできるからいいよね」みたいな「うん、自分はこんなのできないやつさ」とかっていう人たちも少なくないと思うわけさ。はいはい、ではたまた逆に、あのー、なんていうの ことはちょっと悪いよあのなんちゅうか「やお何もしてないくせにやお何してるばみたいなあ,<ー> <laughs> あるじゃないですかはい、はい、でも僕らはあのみんなでどうにか一緒にやりたいっていうかさ、うん、それはこう,うさんくさくなくてもやりたいわけですよ多分ねでもみんなこうやりたいはずないどっかで、うん、ふとふとして自分ができること何かな、はい、これってさ PTA 活動ととっても似ててへえ 僕子供が今3人おって長女が今5年生ですけど PTA 重ねた時にみんなさできることをやればいいわけさでも何やっていいかわからんとか責任があるとかさちょっとあのナーバスになりすぎっちゃって一歩踏み出せないでもあのよくさ芸人なんか無茶ぶり食らうさ結果がどうあれあの よくやったったてなるじゃないであの感覚だから鍛えらられるはずなんですよだから別に物おじせず、うん、あのちょっとたまに頭の中真っ白になるぐらいが僕は人生ね、うん、いいような気がするわけよ<ー>きっとそれは認知症予防になるかもしれないし<ー>新しい友達ができることによって今までできなかった、ね、ことができる可能性が一つ出てくる<ー>ワンステップになるはずだからみんなさな,るほどなんかさ 不景気だからとかさ、<laughs> 何かのせいにしてるような気がしてさ <laughs> ど、どっかこうじゃあお,お前ができることって何,何とかってなった時にうん、うん、あると思うんだよね範囲の中に。うん、例えばそれが PTA 活動でもそうだし、今話題になったあ修学旅行生の街歩きガイドってみんなできるからね。あれってほら何日間か講習受ければそうですよね。ねあの地元の方々がさせてくれてますもんねそうそうそう。あれって非常に平和な学習の中のさ。 一員に慣れてるわけだからもう何がいいかって待ち歩きガイドとかをやるため講習とか受けるじゃないですか。でやってみたらもっといろんなこと知りたくなって自分に悔しかったりしてその時点でもう自分ごとになっちゃうというかひたすら受け続けててもなかなか自分ごとになれにくいんだけど修学旅行にやらないといけないってプレッシャーとかでも案外楽しかったりとかもっと知りたいってあの感じ好きですよね。 100点はないからさ絶対にで、ね、で毎回反省するし初、うん、めからうまくなろうなんて無理だけど、うん、ただそこにいるだけでいろんな人が助かってるわけだからやってみたらいいじゃないっていう,いう無ちゃぶりされたかのように生きるうそうそうそう,そうだからう <laughs> いっつもさその時考えようって悪い癖もあるんだけどそれに、うん、<laughs> <laughs> はもうちょっと準備してこないみたいな。<laughs> <laughs> まあそれはねその都度その都度のねやり方やる場所やる物事とや違いますけれどもそういった意味ではね今ラジオを聴いているリスナーの皆さんもアンシ安ジャー自分だったら今何ができるかなっていうのってあの大なり小なりあるはずですよそれの一番ミニマムなやつって俺本当に本気で思うんだけど「おはようございます」っていう挨拶かなとか。 近所の人たちとかさ、うん、ウイスとかでもいいからさ、<laughs> こうこういう結局コミュニケーションでしょそうそう？近所の人たちとかはなんか簡単そうにって本当にハードルとかや,<う>やろうと思わないでできないですよね。そうそうそう。いや,や,いやこれってねすごくあの昔と今との違いってさ、うん、コミュニケーションのさ。 というかタイミングをみんなどっかで見失っていてて恥ずかしいとか変なとか特にうちなんまたでしょ多分そんなんでガチンコで運択できるはずないですもんねそこができてないと。かといって我々は無理やりねやれやれっては言わないですよその人にとってもよくないからだからどっかでね自分で自分のタイミングで自分の距離感でねやってみるっていうのはねいいと思うし。 そういった意味ではね僕は映画は非常に入り口,入り口としては別に見るだけだから見るだけで熱くなったりすることもあるし、うん、それで、ね、ち,ょちょこっと熱くなる、ねうん、一歩になるっていう風なところがあるような気がするねそこは、えー、としゅんくんはガチユンっていうね、うん、ユンタクからっていうスタートですよねユン、うん、タクにすっちゃっちゃいましたね,ね素晴らしいですねラジオねムルドルフさんから 伝えることが好きなお二人ですね <laughs> <laughs> これ <laughs> 言い方ですよ僕のこれ <laughs> <laughs> そうなんですよねそうなんですよね言いたいことあふれちゃってでも僕もたぶんしゅんくんもなんかね余計なお世話することが好きなんですよそうなんですかねうん。こっちの方が楽しいよとかって <laughs> 多分言ってるんじゃないですかね。なかそうですね。もうこうやってても話してるだけで本当楽しくて <laughs>、ね、<laughs> しょうがなかったり、ね、誰か聞いてくださると思うと、ねね。そうなんですよね。その可能性っていうのがね、うん、やってるだけでも必ずありますからね。さあここで一発 CM を届けないと忘れちゃいますので、はい、CM の後も今日はですねもう曲かけませんよ。<laughs> <laughs> 喋 <laughs> り倒し、曲はかけませんよ。今日はね。喋り倒しでずっと行きたいと思います。<laughs> 今日のゲスト、国中駿さん、この後まだまだ30分後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 宮島 Let's のレッツゴー e ザ・ムービー FM 講座のスタジオから新年一発目生放送でお届けしております本日のゲストは実現型ディスカッション企業株式会社ガチユン <laughs> 代表取締役社長栗中俊さんをゲストに招いて言いたい放題え今やってることをお話をしております後半もよろしくお願いしますえっとですね僕らまたまたというか初めてなのかなコラボをしようかなとはい 一応企画をしておりまして、えーまあ、本当はね年末にやろうかなと思ってたんですけども、はい、なかなかお互い忙しくて調整で初めてだねなんだかんだだかあなたほらさっき修学旅行生だとか、はい、平和学習の一環でとかっていう <laughs> そういう受け入れのお仕事っていうことを言ってましたけども <laughs> はい、はい、それだけじゃないでしょそうなんですよ、ね、あのーうん 一番大きくあるのは「他人事を自分事にしたい」っていう大きいコンセプトがあってやっぱ世の中が他人事な話題をどう自分事にしてもらえるかっていうことを今挑戦していてそういう意味ではテーマはまあこだわらないまあもちろんその沖縄戦とかそういったこととかはこだわあのかなり集中してこだわっているんですけどその中でもでもやっぱ他人事な話題についてアプローチしたいということで今は特にそのコラボさせてもらおうと思ってるのはそのあの実は。 泡盛ガチユンのアーモリを作らせていただいて、うん、ガチユンプロデュースアーモリはい、うん、今県内でもあの発売させてもらってるんですけど、うん、ビスっていうハイビスカスのアーモリを作らせていただいて。うん、あのそれもあのやっぱ県内の、うん 若者の青森離れがひどいと <laughs> 売上高持ちまくってるとやばいっていうことでいろんな青森業界さんもすごいいろんな取り組みをして,し,てあのしてもらってるんですけどもその中でえっと崎山主将さんと一緒にじゃあ若者向けにこうどうやったら飲んでもらうかじゃなくてむしろ若者が一緒に青森を作って <で>うん、その若こうついちゃっちゃった若者たちが勝手に広報するっていう形の方が理想なんじゃないかと「飲んで飲んで」じゃなくて「作ってみよう」っていう,うん、うん、発想の転換をして見て一緒にあの大学生プロデュースまあガチンと大学生プロデュースで作らせてもらったやつですね。最近あの学生とのコラボレーションするという企画っていうのが非常にたくさんあって例えばそれが高校生だったりだとか中学生とかでもあの。 僕は逆に言うとね、うん、あの大人の皆さんがうん、うん、もうねだめなのかと <laughs> <laughs> そんななことないですよ <laughs> <laughs> 学生に頼りやがってみたいなやっぱり、ね、若者のとかつくんでいつも枕言葉に <laughs> そう,そう,そうだったらみたいな、うん、こっちは負けてねえぞみたいなそういうのを、ね、逆にね僕はこうあのいないとだめじゃないのかなっていう気 <laughs> まあまあい,いいことなんですけれどもね、うん、だからその辺でこう 子供たち若い人たちが社会とどのような接点を、うん、あの作ったらいいのかっていうところで、うん、接着剤的な役割をするための企画だとは思うんですけれども、うん、今回は「青森と、うん、いうことでこれをねシアタードーナツとどうコラボしようかと。 そうですねあのもうやっぱあ本当にでも青森飲まなくなってると思うんですよ飲む自分僕は飲むんですけど本当か僕国中って都の名字なんですよあそっかそっか都の人たちは結構僕は本当で生まれて沖縄市で生まれてるんですけど父親が都の名字あじゃあ育ちは僕は沖縄市で生まれてるんですけど血は半分宮古のが入っててなるほどじゃあ強い血がじゃあ実際強いのねそうですね僕結構 結構青森が好きで、お酒飲みに来ときもあんまり他のお酒があ、あ本当に、ビールか青森かって、<ー>あの甘いお酒がまだ飲めなく、まあ別に嘘つかなくていいんですよ。アワモ好きなんですよね。<laughs> ああほらでも逆に僕はあまり飲まないな <laughs> あ。あそうなんですか？うんあの飲むよ酒は好きよ。はいはい。あのー、ただね青森は正直に言うとね飲めます。はい。好きです。はい、ただ仲間と一緒に飲むときが 一番飲みやすい。ああ<ー>。一人泡盛はまだ。だって言われたら。一人泡盛デビューはまだしてないんだよね。<laughs> なるほど。ほどうん、そこまで、あの、きっといくのかなっていう気もするけど。いや、もうぜひビスを、じゃ。う飲んでください、ね。おお。結局ね。ガチ運なんですけれども。あのー、お酒を飲みながら。はいはい、シアタードーナツで映画を見て、うん、そのまさにビス。を味わいながら。何か映画を見て、その後何か。 すするかっていううそでねあの青森が青森離れって中でじゃあ青森を飲まそうっていうよりはじゃあ映画とドーナツをじゃあ一緒にみんなで飲みながらで夜に最初はクリスマスパーティーの予定だったんですけどビスがピンク色青森なのでそういった結構ラベルデザインも可愛くて見た女子大生とかが「見たい」って直感的に思うようなデザインをされていてじゃあそこにじゃあ映画見たいとかドーナツ食べたいっていうと絡めて。 じゃあもう完全にこれはもうピンク映画をやらないという <laughs> <laughs> でガチンするとその。酒飲んで酒飲んでてそれもでもありですねそれもありですよねそうなしではないですしねチしてで、うん、あと一個絡めたいことが、うんあのー、今なんか渋滞とか問題になってたりするじゃないですか,、うん、かバスの利用を促進したいんだけどなかなかできてないっていう県の課題があってだったら 沖縄でお酒飲んで映画見てドーナツ食べてガチ運して帰りはみんなバスで帰りましょうっていうなんかその利用促進にも,ゃだもうお酒飲んでんでみんな帰れないんでそういうところまでなんか絡められたらいろんなことがその自分ごとになるような時間になんかできたらいいなと思ってそれをこうどうにか1月中にできればなと 1>,、ね、1月2月どうにか、ね、やりたいとかやりたいとかやらないんでやりましょうやりましょうね、はいえー、やりましょういやそれ楽しみですね ね、あのー、何が楽しみってさその企画側が盛り上がってないと、うん、一番ね、はいあのー、盛り上がってないとダメですよね。でからの熱量それで、ね、ぜひあのもし決まったらですね「フェイスブックあのシアタードーナツ」の「Facebook」もしくは「ガチ運」の「Facebook」などでですね、はい、決定したら告知しますので,すので、えー、その日はもう僕と。 く君のですねう,うざーいほどのこの暑いこう1月なのにクーラー全開ぐらいのですね <laughs> 映画見ないときますかもう <laughs> か映画見なくてもいいか<それ> <laughs> 対談でずっと、うん、まあでもこれさ俺実はさ定期的にやりたいなと思ってたんすああ本当ですか、うん、例えば2ヶ月に1回でもいいですし3ヶ月あまり無理しない程度にねそういうのであの結局 かき混ぜ空いとかでもたまに混ぜないといけないでしょだからこう滞留しないようにどんどんあのこれねいわれお客さんに言われたのようんシアタードーナツ最近ねいろんなこうコラボで雑貨を置いたりとか本を置いたりとかっていうんでちょっとあのお出かけテナントみたいなプチテナントみたいなのをやってたらうん、うん、その雰囲気を見たあるカメラマンさんが「 雰囲気だんだん良くなってきたね。んなんか勝ちあされてるねっていう態度。<笑><笑>ああってなんか嬉しくって、あそうかもと思って。あ,<ー>あのあ<ー>その辺ってやっぱりあの現れるんだなと思ったんでね。今年もまたお互い積極的に。いやいいですね。ね。2017年は。ね。 だ、ね、からあのー、やっぱ大学生もどんどんシアタードーナツ来てほしいと思います結構あの龍、うん、大の講義とかも来ていただいたりとかそう,そう, <laughs> そうコラボしてるんですよねシアタードーナツの <laughs> 琉球大学さんとねはい、はい、なのでそういうコラボを結局コラボコミュニケーションでお互いの存在を知り合うっていうことがないとうんうん、うん まあいいことないねそうですよ、ね、今あのあっちからの流れがライカムで止まっているのでもうちょっとこちらで小座の方まで来てもらうように大学生にも知ってる人はねもうハマってる人たくさんいるんですよ<ー>ただこうなかなかねこう引っ張ってこれないっていう人も中にいるはい、はい、来たらねわかるんですよね沖縄ここまではまず一回来てもらわないときないと思うので それじゃあやりましょうね。やりましょうやりましょう。気合い入れてやりましょう。それ。よし。いや楽しみだ。いいな。アモリの話で。どうぞ。あと一個話していいですか。どん,どん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 。あの。 青森の中、ほん、あの一番やりたいこと、は青森作ることじゃなくて、僕は、その、これ第一弾だったんですけど、第二弾やりたいのが。修学旅行戦向け、お酒の教育をしたいっていうのがあって。いいですね。お酒離れがあるから。そうなんですよ。あの、お酒の教育って、多分タブー視されたんですよ。あの、それそう、そう、そんなことしてしまったら。飲むやつが出てくるっていう。で、僕、何とか、そこを逆手に取りたくて。例えばですけど、修学旅行で、酒造見学とかが行けて。はい。で。 青森っっててて上流って手法でで作られてる理科の分野にあるんですよねちゃんと学習分野としてかちゃんとそこと絡めながら最後にその学校名とかクラス名名前とか入れてあげた青森ボトルをどっかの鍾乳洞に置いておくとでこれ20歳になるので置いとくからみんなで飲みに来いって言っ多分あと一回沖縄来てくれるじゃないですか。しかも 俺はもう生まれて初めて飲むお酒は沖縄に置いてきた青森って決めてるから20歳まで飲まないみたいな修学路高生が全国に増えていくんじゃないかなと思ってて、うん、あとか回来てくれるっていうのと20歳まで飲まないでもっと言うともしかしたらその成人年齢引き下げとかで選挙権が18になって成人年齢が引き下げとかもしかしたら18からお酒が飲めるとかっていう社会が来るかもしれなくて、うん、そうなった時には、うん、あの多分17歳修学路高生で大体17歳が来る高校2年生が来るんですけど、うん、じゃあその選挙権についてもだし多分お酒とかそういう成人 の権利とは、うん、義務とはとっていうところがもしかしたら沖縄の文化食文化とかそういう青森文化とかと絡めてできるんじゃないかなと。本当はそこが番 いやすげえ共感したな僕もたまに修学旅行生のガイドをやるんですけどもやっぱり昼間のコザを歩かせてもね夜のイメージっていうのを見せたい部分もあるじゃないですか例えば週末のゲート通りなんかをさちょっと見てもらいたいってあるんだけれどもどうしてもこの辺はおしゃべりと写真ぐらいでしか紹介できなくてその空気感っていうのは昼間ではちょっとなかなかね見ることができないのでみんな高校卒業して二十歳になったら今度夜のガイド やるからさ遊びに来てねその時一緒に乾杯しようぜなんていつも言うんだけどそれを接着させせるる企画だよねねそのの眠らせるっていうのはねうねだから結構食文化とかについての学習はしたりとかするので多分そことセットだったりとかでそうやってやっぱもちろん今は飲めないけどっていう。でまあ もしかしたらオリオンビールとかの話とかまでつながっていくか、うん、なんかそうやって修学旅行が横断的にっていうかいろんなテーマに発生してそれがちゃんと自分につながってるみたいでまたここ座に来たいとかそうだか、ね、らもう一回呼び寄せることをしたくてあの時国中さんが宮島さんがこう言ってたから絶対に10歳だったくるとかみたいな流れができたらいいなといいねこうやったらこう未来に希望が持てるし楽しみができてワクワクすることでうんうん、うん、そしたいですね精神的にも すごくポジティブになれそうだよねいいっすねラジオネーム熊本抜ン龍神雅也さんから「青森とドーナツと映画のプロジェクト面白そうですね」プラス「小崎近辺のホテルとのコラボも面白そうですね」とルドルフさんからは「どんどんアイディア出てきますね」まああの一人で考えるよりねやっぱり二人三人とかで言ってた方がなんか出てくるんだよね。 全部が全部できるできないはさておき、うん、あのとりあえず言ってね、うん、あので何ていうの中にはこうくだらないこともね <laughs> あの入れないとそれそういう,うくだらないっていうのはあれですよユーモアがあるっていうんですよそこにエンターテインメントがないと沖縄は観光でね <laughs>、えー、どうにかしていこう自立していこうなんてね <laughs>、えー、思いがやっぱりないと。<laughs> あの まあ基地に依存してるなんて言われてるようなところもありますからねじゃあ沖縄にある衣食住プラス文化歴史を使ってどう楽しくねうん、うん、沖縄に,ゆくに来てゆくってもらえるかっていうのをイメージしたらじゃあ何ができるっていうね。 エデュテイメントっていう言葉をいただいたことがあって実際そういう言葉がある僕は初めて1年前ぐらいか知ったんですけどエデュケーション×エンターテイメントっていうことあもうそれだと思ってそれができたら本当に他人格的なエデュケーション×エンターテイメントですねエデュテイメントですでも言いにくい言葉ってすごい覚えるんですよね頭に残るんですよねエデュテイメント老若男女とかも言いたくなるみたいな。 <laughs> なんか難しいと言い,言いたくなるみたいな <laughs> なるほどなるほどチャレンジしがいがある <laughs> エデュテイメントエデュテイメントなるほどねほどいやでもね本当そうなんだよねその中には必ず「へえ」とか「なるほど」とかってなるとやっぱり知識的な欲求って満たされるとワクワクするからねうん、うん、そうです、ねうん、そこ知的好奇心みたいなそうだよねやっぱねねそこは、ね、みんなで 楽しみたいですよね、うん、僕が初めて ET を体験したっていうのはまさに共有だったと思うのでねうん、うん、たくさんの人たちとねその辺のライブ感だとかその場所でしか味わえないことっていうのをきっと我々は今後も考えながら演出して、ねうんうん、なおかつちょこっとはあの儲けれるよ <laughs> というかね、儲かってないと嘘ですからね頑張っていければなと。 今日なんかいいですね新年一発目のなんかお正月にぴったりなまるで新聞のいろんな社長が出てくる年そうそう頭挨拶みたいな <laughs>、えー、ここで FAM 講座の社長を呼びたいところです <laughs> 早速営業に行きまして、ね、頑張ってください。<laughs> <laughs> さあ、ここでもうそろそろですね合っ、えー、てますね1時間いやまさにね先ほどしゅんく君んが言ってくれたエデュテインメント的なですね僕は作品をシアタードーナツで上映してると思いますよ、うん、え現在上映中の作品は映画「パーソナルソングこちらは認知,し認知症を音楽で改善する」というような話のドキュメンタリー映画です、えー、そして、 奇跡の教室受け継ぐ者たちへこれはまさに我々平和学習という部分でね、うんえー、修学旅行生を受け入れたりするっていうこともやってますので、えー、完全に、えー、これはつながるテーマですねこれはフランスの映画なんですけれども落ちこぼれの高校生たちのクラスがありましてそこに歴史教師のゲゲン先生という、えーまあ、おばちゃん先生がいるんですけども彼女がその落ちこぼれいわゆるレきランの打てをやれてる子どもたちにあるテーマを持って。 持ってもらってえコンクールにこれ実際にフランスであるコンクールなんですけれどもえアウシュビッツをテーマにした発表を高校生に色々調べてもらってやってもらうというこういうのを実際にやっていてえ実話の話をこれドラマにしている作品なんですねえこの先生の熱い思いは子供たちにどのように受け止めてもらえるのかというですねこれもコミュニケーションですよねえーパーソナルソングは まあ病気と音楽とどうコミュニケートさせていくのか周りの家族の力がやっぱり必要ですよね。そしてもう一本の作品これもですねタブーに切り込んだ中村隆吾監督の人魚に会える日ですね、え。ー なんかなんか全部ね共通点があるなと僕は常に思ってるんですけれども、若干二十歳の中村隆子君が、はい、基地問題をテーマにして、えー、ファンタジー映画を撮りました、うんえー。これはドキュメンタリーではございません。えー、中村隆子君がああ中村隆子君がなんかこう 引っっかかったんだよねねこのテーマがじゃあ自分にできることは何かっていうことで彼は映画という選択肢があってこう映画を撮ったとお話を伺いましたけれどもこの作品もねまだ見てない方たくさんいらっしゃると思いますえ今紹介した3つの作品1月の18日水曜日までえ上映しておりますのでぜひシアタードーナツでチェックしてくださいね今日はですねエンディング曲は「 株式会社ガチユンの社長栗中俊さんにこの曲をプレゼントしてお別れソングにしたいと思いますけれどもブルース・スプリングスティーンのアルバム「ボーン・トゥ・ラン」から「ボーン・トゥ・ラン」走るために生まれてきたこれを勝手に僕は駿君にプレゼントしつつ。 今日はお別れしたいと思いますが。さあ、今日どうでした、このラジオ出ていただいて。いや、もう本当楽しかったですね。あの、打ち合わせなしで行こうって言われた時から、不安でしょうがなかったんですけど、も楽しくてしょう <laughs> 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 その場で起こる、あの、うん、トークをしようみたいな。いやいや、これが楽しいですよ。楽しかったですね、本当に。<ー>心の底から楽しかったです。本当 <laughs>、全然嬉しい。また、あのー、来てください。ぜひ。 よろししくお願いします帰ってくるきっかけにもなるのでそうですね、はい、今大の近くにしかいないのではいじゃあ今後ともあのお互い、はいえー、楽しい、えー、ことばっかり考えて、はい、あの熱い戦いをですね、はい、コラボしていきましょ <laughs> うコラボしていきたいと思いますリスナーの皆さんもですね是非、えー、何かチャレンジする2017年の年って考えたときにできることたくさんあると思いますので、えー、まず何かやってみるというのはいかがでしょうか宮島真一の l e の「レッツゴートゥー・ザ・ムービー」この番組は「 シアタードーナツ沖縄バイベーキャントスターピクチャーズの提供でお送りしました今日のお相手は私宮島慎一と株式会社ガチュン国中慎でしたありがとうございました本当ありがとうございましたじゃあリスナーさんまた来週お会いしたいと思いますさよなら